パリ五輪男子グレコローマンスタイル60キロ級金メダリストの文田健一郎28イコールミキハウスが15日放送の東京 FM スカイロケットカンパニー月曜から木曜午後002ゲスト出演パリ五輪の準決勝で対戦したジョラマンシャルシェンベコフキルギスに感謝する場面があった写真 レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級準決勝で勝利した文田健一郎左がキルニスのシャルシェンベコフに試合後歩み寄る綾田とシャルシェンベコフは昨年の世界選手権決勝でも対戦この時はシャルシェンベコフに軍配が上がった綾田は当時を改装し今の主流の戦い方としては守って守って点数が動かない戦い方をするのがセオリーというかどこか流行みたいな と説明続けてその選手シャルシェンベコフは僕との試合が始まった瞬間からリスクを背負って投げに来て僕も投げられてそれでちょっと目が覚めたこれがグレコローマンだろと言われたような気がしたとライバルとの激闘が戦い方を見直すきっかけになったことを明かした五輪終わってから少し話したんですけど僕があの守るスタイルだったのが嫌だったって 綾田が投げなくなったのは嫌だったと言われて、お前はこうだっただろうという気持ちで当たってきたんだと思いますとシャルシェンベコフに感謝。パリ五輪の準決勝後はマットの上でしばらく話し込む様子が見られたが、去年の世界選手権の決勝で僕を目覚めさせてくれたという感謝を伝えたくて、試合が終わった後に、明日は二人で勝って、これが本当の決勝だったと言われるようにしようと。 伝えた彼も「明日は2人で加藤」と言ってくれたと明かした。